ポケモンの裏設定とは公式が公言しているものや、その長すぎる歴史からファンから生まれたものもあるという。ポケモンにはまだ謎に包まれた裏設定がたくさん存在する。ポケモンがモンスターボールに入れる理由。ポケモンを捕まえるときに欠かせない道具といえば、そう、モンスターボールですよね。今では様々なボールが開発されて使用されています。最初のモンスターボールは玉虫大学の西野森教授によって開発されたと言われています。どんな大きなポケモンでもボールを投げて当たると小さく収納され、重さも一定の重さとなり、子供でも持ち運べるようになります。この小さく収納されるというのはポケモンの本来の能力であると言われています。この能力を発見したのが西野森教授です。ある時教授は怒り猿の怒りのエネルギーを抽出する実験を行っていたんですが、薬の量を間違えて怒り猿を衰弱させてしまいました。その衰弱した怒り猿は本能からか小さくなり、教授の老眼鏡のケースに入り込みました。このことからポケモンは衰弱時に小さくなり狭いところに隠れるという本能が発見され、今のボールの開発が始まったとされています。元気なポケモンに当ててもポケモンがボールに入るのはモンスターボールがポケモンのさっき言った本能を意図的に発動させる装置だからと言われています。とはいえ元気なポケモンは自力で出てきてしまう場合が多いので、基本的にトレーナーの中では弱らせてからボールを投げるというのが常識になっていますよね。ちなみに今のデザインと初代のボールのデザインはちょっと違ったそうです。それがこちら。今のと比べるとモンスターボールとマスターボールはあまり変わりませんが、なんかハイパーボールがダサい。しかも H だし、エッチ。進化系と勘違いされてしまう姿のポケモンたちについて、先日ポケモン情報局というポケモンの公式ツイッターで初めて見た時、進化系かなと思ったポケモンについて紹介されていたので、今回はそれを見ていきたいと思います。まずはこちら、ケンタロスはバフロンに進化しません。この2体マジで見た目似てますよね。なんかポケモンって進化すると結構ごっつい感じになるじゃないですか。バフロンもいい感じにごっつくなっているので勘違いしちゃいますよね。次はこちら、ラブカスはママンボウに進化しません。色と形が似ていると進化系かなと思ってしまいますよね。ハート型でピンクですもんね。あと僕はラブカスはサクラビスに進化するんじゃないかと初めて見た時思っていました。なんかこのピンク色なのと顔の形と海にいるっていうのが似てません。次はこちら、キャタピーはレッグーザに進化しません。いやこれはさすがに思ったことない。伝説ポケモンがこんな数ゲットできたらもう伝説じゃないですよね。でもまあ色は緑と赤が一部入っているので確かに似てると思います。次はこちら、コンパンはバタフリーに進化しません。実際コンパンの進化はモルフォン、バタフリーの進化前はキャタピーなんですけど、コンパンとバタフリーは目の形が似ているので間違ってしまいますよね。まあでもこれはあながち間違いではなく、ゲームの制作段階で入れ替わってしまったため今の進化系になっているんじゃないかという噂があります。次はこちら、ライチュウは電流に進化しません。見た目以外全然違うんですけど、発売前にはコロコロコミックで電流はライチュウの進化系かもとか言われていました。電気タイプなのと名前がちょっと似ていますよね。次はこちら、ミニリュウはミロカロスに進化しません。これはなんか今の新無印でサドシとゴーが疑問を抱いているシーンがありましたね。確かにミニリュウからハクリュウ、ミロカロスって姿似ているので進化的に自然ですよね。でもハクリュウからなんでカイリュウのあの形に進化するのかちょっと謎です。アニメでは誰かを助けるために手足が生えたんだとサトシの解釈していましたが、もうちょっと明確な答えが欲しいです。もし分かる方がいたらコメント欄でコメントしてみてください。次はこちら、ミュウはミュウツーに進化しません。ミュウツーはミュウの遺伝子をもとに作られた人工ポケモンですね。ミュウがベースなのでそれありますよね。次は逆に、えこれなんで進化するのと思ったポケモン、鉄砲はオクタンに進化します。これマジで謎ですよね。なんで魚がタコに進化するの。これに関しては前も動画に上げてるんですけど、この2体の体験版での元々の姿が鉄砲と戦車のデザインだったためこういう進化になったようです。いやその進化ボツにするんだったらこっちの進化もそのままにしないでやめればよかったのに。以上ですがどうでしたか。ポケモンって本当に不思議がいっぱいですよね。いろいろ勘違いされているポケモンたちをまとめてみた。まずはキセルクマ、サンドムーンから登場しているポケモンです。見かけによらず凶暴で抱きつかれると骨が砕けるほど力が強いポケモンです。そんなキセルクマの口はここ口でかくない？怖い怖い。普通だとクマの口は白い部分の中に書かれるんですけど、キテルグマは意外な位置にありましたね。次はオトスパス、ソーラーのシーロが登場しているポケモンです。これも口の場所が意外だったんですが、こちら普通に怖い。ちなみにジュラルロンっていうポケモンも口が変なんですけど、こちら、いやそこ開くんかい、パカって開きすぎじゃない。次はエビパラ、初代赤緑から登場しているポケモンです。ボクサーがモデルのポケモンです。勘違いされていた初代のグラフィックがこちら。パンチをしている姿を正面から見たようなデザインなんですが、
一部の人からはケツを向けてる変なポケモンだと思われていました。まあ確かに言われてみれば見えなくもない。次はガラルマタドガス。ソーラーのシーロが登場しているポケモンで、マタドガスのガラルの姿です。上から出ている煙、毒ガスポケモンだから一見汚いのかなと思うじゃないですか。実はこれめちゃくちゃ綺麗な空気なんです。図鑑によると汚い空気の成分を吸収し綺麗な空気を吐き出しているということで、実は環境にめちゃくちゃ優しいポケモンだったんですね。見た目で判断したらいけません。最後はたまたま初代赤緑から登場しているポケモンです。左上に割れているのいるじゃないですか。これ顔ないのかなと思うんですが、後ろから見るとこちら頭割れてるやつが一人だけ後ろ向いてた。何省かれてんの。今振り返るとやばい。アニポケの黒歴史についてまとめてみた。アニポケではこれまでいろんな回が放送されてきたんですが、今振り返ると黒歴史なんじゃないかなと思う回やシーンなどがあります。今回はそんなアニポケの黒歴史について見ていこうと思います。まずはこちら、無印編38話、電脳戦士ポリゴン。主人公サトシたちがコンピューター内に起きている事件を解決するために電脳世界に入り込むという内容だったんですが、映像内で点滅の演出が多用されたため、当時ポケモンを見ていた一部の視聴者が頭痛や吐き気などで病院へ搬送されました。原因は映像の光の点滅を見たことによる光過敏性発作。600人以上が病院に運ばれるという事件が起きてしまいました。これは結構アニメの中でも大事件でしたよね。ちなみにこの事件を機にアニメの最初にテレビを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れてみてねと注意を促すテロップが表示されるようになったようです。次はこちら、初代無印編で原田ジムの水槽に普通に魚がいたシーン。ポケモンの世界って今では普通の動物や魚はいないんですけど、初代の頃はやんわりとその設定がブレていたのか分かりませんが、こういう風に普通の魚が水槽に泳いでたりしました。あとは他の回でも幻覚の中ではありますがマングースが出たりしていました。今振り返るとあれは何なんだと思ってしまいますよね。次はこちら、大木野博士の151。これはポケットモンスター初代無印編のエンディングで使われた曲の名前なんですが、151とは当時判明していたポケモンの総数です。しかし今ではポケモンは増えていって全部で898種類います。151の喜びって歌ってて、まああの時は大木野博士も自信を持って歌えたかもしれないですけど、今はちょっと人前では歌えなそうだなと思いました。次はこちら、ベストミッション第1話でのシューティーとサトシのバトル。シューティーはその日初めて旅出る少年で、そのシューティーが博士からもらったばっかりの御三家ポケモンスタージャとサトシのピカチュウがバトルするんですが、サトシのピカチュウの体調が良くなかったため、なんとスタージャに負けてしまいます。もらったばかりのスタージャにこれまで活躍してきたピカチュウが負けてしまうのもびっくりしたんですが、あんなに長く一緒にいるピカチュウの変化に気づかないサトシにもちょっとびっくりしました。あれはちょっとないなと思いました。他にもありますが今回は以上です。皆さんはアニポケでこれまで黒歴史だったなという回はありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ちょっとの僕を出したチャンネル登録、よろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。